はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイ20%還元ツルハグループで、顔商品がお得、松本清で ID 決済をすると D ポイントが最大1万ポイント当たるということで、今回はドラッグストアに関するお得な情報ですね。この動画では、対象のドラッグストアでお買い物をすると、楽天ポイントですとか、D ポイントがもらえるかもしれないキャンペーンについてお伝えします。もしですね、該当のドラッグストアがお近くにある方は必見ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 それではですね、今回のキャンペーン大きく2つに分けてお伝えします。まず1つ目はこちら、ツルハグループで楽天ペイ20%還元ということで、それがこちらですね、ツルハグループの対象店舗で楽天ペイアプリでの1回のお支払いで、顔商品を税込み1000円以上お買い上げいただくと、なんと20%分の楽天ポイントがもらえるっていうキャンペーンでございます。嬉しいですよね。最近ちょくちょくね、顔のキャンペーンが増えてきておりますよね。まずこのキャンペーンの期間なんですけども、9月16日からスタートしておりまして、10月15日 25日まで、まずこのキャンペーン参加するためにはですね、こちらも,もう出てる通り、まずはエントリーが必要ですので、まずはエントリーを行ってください。 で、エントリーを行った後なんですけども、その次に対象店舗で買おう商品を1回のお会計につき、税込み1000円以上楽天ペイのコード支払いで支払うと。そうすると20、20%分の楽天ポイントが獲得できるという流れになります。で、今回のこのキャンペーン、上限が1000ポイントなんで、まあ、いつものようにね、単純計算で1000割ることの0.2なので、5000円分ね、楽天ペイで決済すれば上限に到達するということでございます。 で、気になる対象商品なんですけども、ここに顔の対象商品一覧はこちらとありますので、これをクリックしたらカタログページに移ります。ですけども、ここにも出てるように、化粧品カネボウソヒーナを除きますと。で、キュレルニベア、顔商品は含みますということでございます。ちなみにこれクリックしたらですね、ご覧のようなカタログがぐずらーっと出てくるんで、もしね、何を買おうかなというふうに悩んでる方はこちら参考にしていただければと思います。ちなみに僕は、入浴剤のバブであったりとか、ホットアイマスクとか、まあそういったものを購入することが多いです。 そして、キャンペーンの対象店舗、今回はツルハグループということなんですけども、ここにも出てるようなお店が対象ということでございます。僕はね、ちょくちょくツルハドラッグは利用させていただいております。ですけども、ここのドラッグイレブンは本キャンペーンの対象外ですということですので、あくまでもここに出てるような店舗ということでございます。キャンペーンの詳細については、画面の下の方に下がっていただくと、キャンペーン概要ということで、いろいろ出ておりまして、ポイントが申請される日程が12月末日頃ということですので、まあ、結構後の方になって付与される感じですね。あと,ちょっと 気をつけてほしいのは、まあ、ポイントシンの対象外ですね。こういったものもしっかりとありまして、楽天ペア炙り内の楽天ポイントカードによる支払分であったりとか、楽天ペア炙り内の楽天エリーへのチャージ分、そして楽天エリーによる支払いとか。 まあそういったものが対象外ですと。で、あとちょっとここ見てほしいんですけども、楽天ペイアプリに設定可能なカードは、楽天カード、Visa, Master, JCB, American Express のカードですと。さっき以外のカードは会員情報に登録されていても、楽天ペイア,アプリの支払い元の選択画面には表示されませんっていうふうに、まあ、クレジットカードをね、設定してることについていろいろ触れてはいるんですけども、今回ですね、おそらくなんですけども、僕がこのページを見る限りですね、 多分支払い元の指定がないんですよね。 っていうことはどういったことかと言いますと、おそらく任意のクレジットカードでもいけそうな予感がするんですよ。これどういったことかというと、まあ、楽天ペイで決済する場合はこういった画面が出てくると思うんですが、この支払い元のところで、まあ、銀行口座であったりとか、楽天カードとか設定することができるんですけども、ここタップしたらですね、他のクレジットカードも設定することができるんですよ。まあ、その時はですね、3D セキュア対応のクレジットカードとか、プリペイドカードとか、まあ、そういったものに限るとこではあるんですが、今回のそのキャンペーンページに、そういった指定がなさそうなので、いわゆるその 楽天ペイカードからとか、楽天キャッシュからとか、まあそういった指定が特になさそうなので、別のクレジットカードを使ってもポイント還元がされそうな感じなんですよね。まあ若干ね、ちょっと僕の予測ではあるんですけども。なのでそういった場合なんですが、例えば支払い元に楽天カードではなくて、ビザラインペイクレジットカードをセットしたら、楽天ペイで決済することでビザラインペイクレジットカードの2%還元も受けることができたりですとか、まあ最近ですと、V ポイントアプリがですね、まあこちらの動画でも解説をしてるんですが、3D セキュアに対応してるので、まあやり方こ こちらの動画見ていただければと思うんですが V ポイントアプリの残高が残っていればかなりね有効活用ができるんじゃないかなという風に思いますまあですけどもちょっと支払い元については僕公式にちょっと問い合わせてないので明確ではないんですけども一応こういった方法もありなんじゃないかなという風に思いますで続きまして2つ目のキャンペーンなんですけども松本清業で ID 決済 D ポイント最大1万ポイントということでそれがこちら松本清業対象店舗で D ポイントカードを提示いただき期間中に合計税込み1000円以上を ID で 支払いすると最大1万名様に1万ポイントが当たるキャンペーンというものでございますこれね僕のツイッターでもちょっとお伝えをした部分ではあるんですがこのキャンペーン自体はすでに始まっておりまして9月の15日から10月の15日までの約1ヶ月ほどのキャンペーンでございますでこのキャンペーンでですね D ポイントキャンペーンあるあるのエントリーが必要ですので先にエントリーを行ってくださいで、今回は抽選で1万名様に最大1万ポイントが当たるということなんですけども内訳もねしっかりとありまして1等であれば1万ポイントこれが200名 そして2等であれば5000ポイントが500名様3等であれば1000ポイントが2000名4等であれば100ポイントが7300名様ということですので、まあ、おそらくギリギリでも4等当たってくれたら嬉しいかなというふうに思ってますで今回のこのキャンペーンの対象店舗として ID 決済がご利用可能な松本清グループ店舗ということでございますで対象外店舗に関してはこちらクリックしたらずらりと出てきますのでご自身が利用しているところが対象か対象外じゃないかというのを事前に確認しておくことを強くお勧めしますでポイントの申請時期なんですけども も2021年の12月末予定ということですのでまあ、これはおそらく抽選で当たってたらこの時期にもらえるっていう感じで覚えておいていただければいいかなと思いますまあ、今回ですねこのキャンペーンプラスアルファでついでに参加すれば効率よく参加できるキャンペーンがありましてそれがこちらのエイスイースって読むんですかねと ID 決済のまあタイアップキャンペーンということで ID でお買い物をするとエイスイースの最新スマホなどが当たるっていうキャンペーンでございますこのキャンペーンですね結構ついでに参加できるような感じでこちらに今出てるようなスマート iPhone であったりとかスマートフォンのスタビライザー、そして小型プロジェクターとか、あと Google プレイギフトコード、ドトールイ、e、ギフト、まあこういったものがですね抽選に参加できるというような感じとなっております。でキャンペーンの期間は9月30日までということで応募条件が至ってシンプルなんですよね。期間中に ID 決済で1回3000円または税込み5000円以上ご利用いただいたレシート画像を Twitter の DM でお送りいただくと ASUS 製品が当たる。さらに指定のツイートをリツイートすると当選確率が2倍にということでございます。なので簡単に言うと 今回ね松本清師で3000円分を ID 決済で行うとそしてその後にこの a s e s の抽選に参加することができるんでまあ、確実ではないんですけどもついでに参加できるかなっていう風になっておりますまあ、そんなことを言いながら実際にどんな風にするのかですね画面を見ながらまあ見ていただければと思うんですけどもこれ僕の松本清師のアプリでして、まあ、もしね松本清師利用される方はですねクーポンがもらえるゲームがあるんですけども来店する前でも来店した時でも全然いいんですがその時にチャレンジしていただきたいんですがここタップしたらですねまあ、ルーレットみたいなのがある あるんですけどもこのルーレット回すをタップして1回回したら僕1回目が B 賞で2回まで回せるんですけどもこれで残念ということで僕が当たったのはこの B 賞の医薬品健康食品コンタクト用品が20%オフのクーポンをゲットすることができましたで他にもですね松本清の LINE アット公式の LINE アットを登録しておくと不定期ではあるんですけどもこんな風に10%オフのクーポンをもらえたりできますでこのクーポンですねお友達登録をしていただいているお客様のみご利用,さご利用とさせていただきますということですのでとりあえず今回はですね このクーポンコードと QR コードを念のため伏せておりますので、まだ登録されてない方は公式の LINE アッ登録しておくことをお勧めします。で、実際にちょっとお店に行ってきまして、まずは会計の前にクーポンの提示を行います。まあ、僕今回ですね、購入した商品の中に先ほどの20%オフの対象のクーポンがなかったので、今回はこの10%オフのクーポンを使います。で、その後にですね、D ポイントカードを提示して、その後に松本清のポイントカードの会消を提示します。で、今回の対象の決済である ID 決済を行います。 今回はですね、僕、V ポイントアプリを利用させていただきました。まあ、理由は至ってシンプルで、少し前にね、開催されておりました、ドトールコーヒーのキャンペーンで、最大2000円相当がもらえるキャンペーンが開催されてたと思うんですけども、まあ、利用された方はですね、まあ、最大で2000円相当というのが、参加された枚数分だけ、付与がされてると思います。僕もね、しっかりと9月13日と14日で、それぞれ、ね、三井住友ナンバーレス、三井住友カード、ビザラインペクリストカードの、まあ、3枚分ゲットすることができましたので、今回は V ポイントアプリでお買い物をさせていただきました。ちなみに全然関係ないです けど松本本本っってて当当ににクーーポポンン提提示示イントカードの提示って本当に大変で、すよね共感いただける方はグッドボタンお願いしますでお買い物ができたついでに、先ほどのね、a スイースの ID 決済のキャンペーンですね、これも応募したいと思いますので、この画面の下の方に下がっていただいて、レシートで応募するっていうところから入るんですけども、僕の場合まだ電子マネーの ID の公式ツイッターフォローしてないので、このフォローするをタップしていただいて、フォロー中に切り替わります。そしたらですね、なんかフォローしたらですね、こんな風にツイッターの DM が来まして、そこからですね、今回自分のレシート をアップロードとかしていろいろね商品を選んで応募するっていう風に進んでいただければ応募完了というような感じですちなみに今回は僕はまあ3000以上のお買い物をしたんでまあ小型のプロジェクターに応募しましたまあ、当たってくれたら嬉しいですねまあ、せっかくなんで僕が今回ですね松本清志で購入した商品紹介したいと思うんですけどもそれがまず一つ目のこちらまた出たかと言わんばかりのこちらですねベグリズム蒸気でホットアイマスクということでやっぱりねデスクワークをすると絶対このアイテムは欠かせないんですよねふとね15分昼寝したり とか僕結構するんですけどもそういった時に活用させていただいたりとかしてます僕のおすすめはこの完熟柚子の香りこれは本当におすすめですで次2つ目はこちら換酸力のバブということでまあね結構暑い時期でももう最近はね結構肩こりがひどくて湯船に浸かることが多かったりするんですよなのでまあ、先ほどのホットアイマスクもそうなんですけども花王商品の中でもトップクラスで購入する商品の一つですねちなみに僕のおすすめはこちらの厳選柚子の香りだ で、最後三つ目なんですけども、こちらのユズドレ。ちなみに今ですね、松本清と、ここからファインと、呪術改戦のコラボイベントみたいなものをやっておりまして、なんか、対象商品を購入したらですね、こんな風に、クリアファイルと、マルチケースっていうんですかね、これをもらいまして、後ほどメルカリでこの商品を見たら、結構いいお値段でございました。では、今回お伝えしたキャンペーン、こちら二つなんですけども、ツルハグループ、楽天ペイで20%還元、そして、松本清で ID 決済 D ポイント、最大1万ポイントということで、日程自体はそれぞれ似ておりまして、すでに始まっていまして、 10月15日まででございますので、まあ、先ほどお伝えしたような方法でまあ、v ポイントアプリを使えばまあ、効率よくね。ポイントの消化にもいいと思いますし。しまあ、id 決済をすればね。d ポイントがもしかしたら当たるかもしれないということでございますので、まあ、参考にしていただければと思います。まあ、そんなこんなで今回は楽天ペイ、そして d ポイントのキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、ここ最近はね。結構、まあ抽選のキャンペーンが目立っている中ではあるんですけども。そんな中でこんな風に20%還元まあ、対象の商品には限るんですけども、こんな風な20。20% センター歓迎っていうのは結構嬉しいとこではあるかなという風に思っておりますちなみに今回はね松本清師で V ポイントアプリで ID 決済を行ったんですが今度はねまだ残高が余ってますんでツルハグループで楽天ペイアプリと連携してちょっとこちらで決済をしていこうかなという風に思っておりますで今回お伝えさせていただいたリンク概要欄に貼っておきますんでエントリーを忘れず参加していただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました